はい、今日はこちら、何ですかね、これは。これはね、ベトナムは小さい虫とかいっぱい飛んでるから、はい、なんか人に刺さる。はい。でも、私たちは大人は大好きだけど、はい、でも赤ちゃん、マイちゃんは、刺さったら、はい、いけないから、刺さらないためにこれだったんですね。はい、あ、じゃあ早速使ってみましょう。はい、これはお母さん買ってあげました。ああ、ありがたいですね、はい、ありがとうございます。値段の方はいくらだったんですか？これは6万5千円ですね。はい、325円。はい、おお。はい、あ、こういう感じですね。そうですね。これを、はい、まいちゃんが寝てるのを、あ、それでは今ちょっと目覚ましましたかね。こんな感じで蚊とか寄りつかないようにしてね。そうですね。まいちゃん、よかったね。これで、これで安心して寝れるね。そうですね。まいちゃん、あれですよね、これなんか大きいテーブルとかだったらこれ使って食べ物とかそういうの、ハエとか虫とか来ないようにも使えるっていう。そうですね。でもあれは食べ物、あるや、使う時もあるんですね。使いますよね。そうそうそう、使いますよ。なんかもうちょっとこれの小さめのやつとか売ってたら、それはありますよ。あるんですか？はい、あると便利かなと思いました。はい、はい、ベトナムは小さい虫いっぱい飛んでるから、そうね、食べ物はついて食べるは良くないでしょ。だからこれ持ち帰る。はい、ということで、バイバイ。